レッジョエミリア県は、イタリア共和国エミリア・ロマーニャ州に属する県の一つ。県とは、レッジョエミリア。県とレッジョエミリアの正式名称は、レッジョネッレ・ミリアであり、県名についても、県の検証などの公式な場面では、レッジョネッレ・ミリア県が使用される。しかし、公式サイトをはじめ一般には、レッジョエミリアが使われる。カタカナ表記では他に、 レッジオネレミリア県とするものも多い。東西に長いエミリア・ロマーニャ州の西部に位置する。同州西部に並ぶ他の県とともに東北、西南に細長い県域を持つ。県とレッジオエミリアは県域の中央やや北寄りに位置しており、モデナから西北西へ2 4トルパルマから東南東へ2 7トル、マントバから西南西へ5 3トル。 シュートボローニャから西北西へ 61km、首都ローマから北北西へ 347km の距離にある。隣接する県は以下の通り。レッジョエミリア県2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口8000人以上の都市、集落は以下の通り。 レッジョエミリアコレッジョ040012014024036028030039レッジョエミリア県には45のコムーネが属する主要なコムーネは下表の通り左端の数字は ISTAT コードを示す人口は2011年1月1日現在右の地図中の番号はコムーネの ISTAT コードした3桁を示す 下表に掲げた主要なコムーネのうち、地図中に名称を記さなかったものについては番号を太字で示した。21世紀に入って以降以下のコムーネ等配合が行われている。ありがとうございます。